町を繰り返す。創作料理を試食してみて。のやつ、招待状を書くのにも退室を頼むのかよ。ほんと残念なやつというか。でも新滝極上生成豪華大祭典って名前は結構かっこいいな。美味しいものもいっぱいあるかもしれない。離島に行ってみようぜ。作りました。釣りをやってるって雰囲気じゃないな。同心に聞いてみようぜ。何か知ってるかもしれない。何かお困りごとですか？ん？お祭り？お祭りが開催されるという話は聞いていませんが、もっと詳しい情報はありますか？例えばそのお祭りの名前とか。新滝極上？新滝派が主催してる新滝極上生成豪華大祭典だ。ああ、この前姿の彩り祭で騒ぎを起こしたあの新滝派ですね。ではあの未認可の催しのことを言っているんでしょうか？未認可の催し？いやいや違うぞ。新滝極上生成豪華大祭典のことを言ってるんだ。ああ、いえ、そう何度も名前を言わずとも状況は大体理解しました。その件について説明しましょう。確かに数日前、私どもはここで新滝派の者を見かけています。彼らはここの景観を損なうようなものをあちこちに積み上げていました。ここで姿の彩り祭よりも大きな祭りを開催するんだと先頭に立った者が言っていました。あれが多分あなたたちの言う祭りのことなんだと思います。話を聞いてみたところ、彼らは催しの開催許可も会場の使用証明も持っていませんでした。奉行所で事前に申請すべき手続きにもそういった記録は一切ありません。明らかに未認可なものでしたので、私たちは規定に従い強制的にその催しを中止させたんです。え、強制的に中止？じゃああいつらまさか捕まったのか？いえ、彼らはそういった経験が浅かっただけで、安全対策も一応用意していたのでそこまではしませんでした。簡単にその辺の決まりを彼らに教えて終わらせています。安全対策？あいつらも安全意識はしっかり持ってるんだな。もし新滝派をお探しでしたら天金島に行ってみてはどうでしょう。天金島はシャブ業が大小さまざまな祭りのために用意した会場です。その上、民間が主催する文化的な行事を育むことも目的としています。ですので手続きも費用も
最小限なものになっているんです。このことは荒滝派の人にも教えました。もし彼らに祭りを開催する気がまだあったら、あそこが一番適した場所でしょう。なんだか不安な気がしてきたけど、せっかく来たんだし天金島に行って探してみるか。逃げ道はありません。さっきと同じだな。荒滝派の人はいなそうだぞ。ここはシャブ業の代行が管理しているはずだ。そいつに聞いてみようぜ。二人とも何か用かい？ああ、わかったぞ。君たちもあの荒滝極上なんとか大祭典っていうのに参加しに来たんだな。そうだ、ついさっき天領奉行の九条沙羅様と長野原花火屋の宵宮さんも来たんだよ。宵宮さんは花火を届けに来た際、彼らが会場の準備をしているところをたまたま見かけたみたいでね、興味をそそられたのか見に行ったんだ。九条沙羅様の方は一体何のためにここへ来たのかよくわからなかったが、オイラたちよりも先にここに着いた人がいたんだな。で、荒滝派のやつらは今どこにいるんだ？それが残念ながら最近は島に空いている場所がなくてね。だから彼らには北西の小さな浜辺を会場として手配した。もう少し早く申し込んでくれていればもっといい場所を用意してあげられたんだが、北西の方に向かえば彼らを見つけられるはずだ。来てくれたか、マブダチ。ちょうどお前がいつ来るのかと思ってたところだ。来てくれて嬉しいぜ。俺様の会場を見てみろ。どうだ、これ以上いい場所はねえだろ。三方は海に囲まれ、空気も澄んでる。町の喧騒から遠く離れ、よそでは見ることのできない絶景を楽しめる。天金島を背にしたここは祭り文化の中心とも言えるだろう。極上のおもてなしと施設を独占できる好立地だ。さらに陸路も水路も利用できて交通の便がいい。徒歩や船であっという間に来ることができる。この会場を見た瞬間、俺様はビッときた。ここしかねえってな。あの瞬間、世界は大きく変わった。親分最高！絶対天領奉行のやつらに追い出されただけだよな。それより本題に入ろう。今回お前らに来てもらったのはもちろん俺様の新たな下克上正々豪華大祭典に参加してもらいたいからだ。そしてこの祭典には大きな意味がある。俺ら荒滝派の名を宣伝することにもなるから、今後仲間を募集するのに役立つって親分は言ってたぜ。それから忍の姉子の卒業をお祝いすることができるとも。あと資金不足で過去数回にわたって延期された団体活動の埋め合わせもだ。まさに大きな意味のある祭典だな。アキラ、最後の一言は余計だ。祭典つうのは宣伝すればするほど参加する人も増える。だから
忍にはチラシを配ってもらってんだ。おい、忍は主役なんだろ。あいつが真面目に仕事してて、どうしてお前らがここでブラブラしてんだよ。俺様だって真面目に、真面目にお前らをもてなしてんだろうが。実は親分はさっき帰ってきたばかりなんだ。お前らがもうすぐ来るかもしれないからわざわざ帰ってきたんだよ。親分も忍の姉子と一緒に頑張って客寄せしてくれてたんだぜ。おいおい、そう褒めんじゃねえよ。おい、押し使い野郎も真面目に働いてたんだな。珍しく頼りになるじゃないか。ふっ、空飛ぶちびすけに話すことはねえ。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あのクソ天狗のことか。あいつにも一応招待状を送ってやったんだよ。だがあいつはそれを受け取らなかった上にわざわざここまで来て掲示板を立てやがった。観光客への警告だとか言ってでたらめなこと書きやがって。しかもだ、その内容を書き換えるなよって俺らに釘まで刺してきた。俺ら新竹屋を付け狙うとは実に卑劣だ。いつか絶対に街中で正々堂々あのクソ天狗を倒してやる。この俺様があいつをみっちり懲らしめてやらねえと。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。あの長野原花火屋の店主のことか。あいつはほんと熱くておしゃべりなやつだよな。天金島に荷物を届ける途中たまたま俺らの祭典を知ったみてえだ。この祭典を気に入ってくれたらしくてお祝いに来てくれた。次は花火を用意してくれるとも言ってたぜ。今後は荒竹屋も長野原花火屋にちょくちょく顔を出した方が良さそうだな。それより兄弟、今回の祭典について何か聞きてえことはねえか。いろいろあんぜ。あそこの小さい丘が見えるか。あれは豪華峰っつって、あそこに立てば海に向かって自由に歌うことができる。この鏡火はスミレ売りを焼くのにぴったしだ。でこっちの箱は七星召喚をやるにも虫相撲をやるにもちょうどいい大きさをしてる。本当にいろいろあるんだな。だがこの祭典の一番の目玉は豪華祭宴だ。ほらこれを見てみろ。お前らにこっそり教えてやる。これは俺様が秘密の仕入れ先から入手した縄文だ。とある有名な陰陽師が残した小鼓で、本来なら800万マラもする代物だ。だがその売り手はこのかっけえ俺様と彼女には縁があるっつって割引してくれた。たった80万モラでいいって言ってくれたんだよ。800万モラもするものが80万モラになるなんてどう考えても騙されてるだろう。当然俺様だってそんな安っぽい手口には騙されはしねえ。この小鼓の縁が破れてることに俺様は一目で気がついた。つまりこれは不良品だったんだよ。そんなもんが俺様に縁があるなんて笑えるぜ。だから俺様はもう一度値切った。最終的に8万もらで交渉成立したってわけだ。本当に儲けもんだぜ。得したのは相手の方な気もするけど。
それより牛使い野郎が8万モラも出せるなんて、そっちの方が驚いたぞ。たかが8万モラだ。俺様を甘く見るなよ。そのうちの2万は俺が出したけど。俺も。親分、なんで俺だけ3万なんだよ。2万、そして3万。牛使い野郎、自分は一銭も出さずに子分から8万もらも絞り取ったのかよ。おいおい、お前どういう計算してんだよ。俺様だって残りの1万もらを出せる。せて、食べんのはここまでだ。もうこんな時間だし、そろそろ白部のとこに戻んねえと。祭典はまだまだ始まったばかりだ。賑やかにするにはもっと人を呼ばねえとなんねえ。その小鼓をちゃんと持ってろよ。ゴーゴサインを始める準備ができたら元太に声をかけてくれ。そんじゃまた後でね、兄弟。俺は新たき豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか？あ、そうだ。この小鼓だが、親分が一つ説明するのを忘れててな。俺たちみんな楽器には詳しくないから、始める前にお前が調整した方がいい。そうすれば、より美しい音が出るはずだ。さあ、試してみてくれ。俺は新たき豪古祭の案内人の源太だ。豪古祭宴を始める準備はできたか？やっぱりお前も気づいたか？実は俺もとっくに気づいてたんだ。これって子供の頃に行商人から買ったおもちゃと全く同じ小鼓だよな。あの頃は確か800ムラとかそんなもんだったはずだ。いくら時間が経っているとはいえ、8万もらはさすがに高すぎだろ。親分は間違いなく騙されたんだろうな。でもしょうがない。あの人は俺らの親分だからな。豪古祭宴を始める準備はできたが、親分がいつ帰ってくるかって、正直俺にもわからん。親分も姉子も今回の祭典をとても重視してた。多くの人に来てもらえるよう宣伝にもかなり力を入れててな。これが成功すれば新たき派の印象も良くなるって言ってたぜ。まあ俺にはよくわからないが、祭典が終わる前に親分はお前に会いに行くと思うぜ。何しろお前は親分のお気に入りだからな。
豪古菜園を始める準備はできたか？よし、豪古菜園開始だ。俺は新滝豪古祭で雰囲気作りを担当する守だ。どうした？何か困ったことでもあったのか？俺の仕事が気になると？俺の仕事はここで熱気に包まれた雰囲気を作ることだ。そうすることでこの祭典に来た人を最高の気分だぜって気持ちにさせる。どうだ？そういう気持ちになってくれたか？おいおい、そんなこと言わないでくれよ。そう冷たくあしらわれたら俺のやる気がそがれるだろ。まるで俺の仕事に意味がないみたいじゃないか。親分のダチとして親分の代わりに俺を鼓舞してくれないか？頼む、あの言葉を言ってほしい。最高の気分だぜって。そうか、わかった。だがたとえそう言われたとしても、新滝派の奴らはみんな自分の仕事を全うしてる。俺だけサボるわけにもいかない。どんな挫折を味わおうとも諦めてはならない。それが親分の教えだ。さあみんな音を奏でろ。踊らにゃ損だぜ。俺は新滝豪古祭で感想の募集を担当してるアキラだ。今回の祭りに対する感想を教えてくれないか？なるほど、感想は確かに受け取った。え？他には何かないのかって？別に話すことは特にないが。それに感想を教えてくれないかと、感想は確かに受け取ったとだけ言えばいいって親分に言われてるんだ。もし客からいつになったら意見を反映するんだと言われたら、しばらくお待ちくださいと答えればいい。他の催しでもみんなそうやってるって親分が言ってたぜ。いい部分だから真似したんだろうな。でもこれじゃあ客をごまかしているだけだと忍の姉子に言われた。で、姉子は俺に筆記帳を用意してくれたんだ。ほら、お前の感想もこれに書いておいたぞ。
忍の姉子が戻ってきたら見せるつもりだ。やっ、俺は新たき五湖菜園を始め、わかった。俺は新たき五湖菜園を始める。よし。この美しい風景も、そばに誰もいない以上、私の不変を引き立たせるだけ。